こんにちはスウェーデン社会研究所の砂川です今私たちはスウェーデンの社会サービスというテーマで各、まあ、論のお話をしております。今回はその中でスウェーデンの社会保険制度についてご紹介いたします。スウェーデンというと日本では非常にこう福祉のすくんだ国だと。 いうのが印象かと思います。じゃあその福祉の実態というのは今日お話しするこの社会保険制度ということでかなりカバーできると思います。まあ福祉とはどういうことなのか、それを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。内容といたしましてはまあ年金の制度、それから養親保険。 ここれは育児休暇のことですそれから育児の手当医療に対します手当それから保険医療措置制度になりますまずこの社会保険ですね社会保険簡単に言いますけれどここらでもう一度その目的と対象をはっきりしておきましょう目的としては経済的な安定と安心を保障することです対象といたしましては 個人に対する保障、病気に対する保障、障害者に対します保障、高齢者に対する保障、子どもを持つ家族に対する保障、まあこれが対象になります。スウェーデンのこの社会保険の支給の種類ですけれど、二つありまして、すべての人にやる平等に平等にっていうのは同じ金額ということですねを支給するもの。 これは対象者すべてに同額が支給されます。具体的には子ども手当とか養子の手当です。もう一つはこの収入に応じて支給額が変わるというそういう保険です。これは住宅手当、年金生活者への住宅の補助、それから生活の補助です。 で一番大事なのはこの社会保障、こういう保険を含めた社会保障の財源ですけれど、スウェーデンではその財源をどのようにしているんでしょうか。大きく違うのはこれは税金ではないということです。あくまでも保険料と税金とを分けております。社会保障の財源としては会社とか工場とかいろいろな形で働いている人たちのその賃金。 これの32.7%を徴収いたしますでこの32.7%のうち18.5%が年金の原資となりますでその他の14.2%がその他の社会保障の原資となりますこれは税金とは全く別個の会計でそういう意味では政府の関与から独立しているものです この辺がまず特徴があるということを覚えていただきたいと思います。まあ、右側にありますのは、まあ、そのやり方ですけれど、これはいわゆる雇用者やる社長さん、いわゆる会社側とか雇っている側があの働いている人たちから源泉徴収をいたします。で、それがスウェーデン社会保険庁というところが一括して扱います。 これが実際に。きちんとその通り行われているかどうかという。これはスウェーデンの特徴ですけれど、必ずモニターするメカニズムがあります。この場合には。そのスウェーデン社会。監視機構というのがありまして、そこがその使い道をきっちりと監視をしております。こういう保険制度を開花する、あの管轄している、まあ、官庁ですけれど。 主な官庁はスウェーデンの社会保険庁スウェーデンの年金庁スウェーデンの税務庁とこの3つ,3つになります。これがまあスウェーデンのまず社会保険のやるインントロダクションですこのあとそれぞれ詳しく見ていきたいと思いますけれどまず社会保険というのはどういうものかというのを今日一緒にあのおさらいをさせていただきました。